結城城は、茨城県結城市結城にあった、日本の城。室町時代には、結城合戦の舞台となったことで知られる。江戸時代には、結城藩の藩長が置かれた、結城市指定史跡。小山下津大城、正光の四南ともみが、が、芝義弘の乱政圧の功により、結城軍の自動職に部任され、当地に城を築いたのが、結城城の始まりである。 その後、室町時代まで、結城氏が引き続き寄ったが、影響12年、影響の乱で廃止した鎌倉公方足利持氏の維持、春王、安王兄弟を擁立し、鎌倉幕府に反旗を翻した。結城氏友、持友多反幕府方は、結城城に籠城し、一年近く大勢の幕府方に、こうしたが、かき元年、氏友、持友は内地にし、 結気城も落城、結城氏は一時没落することとなった、文案四年、足利重氏が、鎌倉久保再興を許されると、佐竹氏の庇護を受けていた、氏友の四、男成長が、丘陵に封じられ、結気城に入った。その後、江戸時代初頭まで、結城氏の居城として用いられた。小田原征伐後、結城家は、 徳川家康の次男、秀康を養子として迎え、関ヶ原の戦いの後、秀康が越前に違法となると、結城の地は一時天領となり、結城城も、廃城となった。廃城に際して、家康の命により結城,城の御殿、天、屋倉、五台所、太鼓倉、築地三筋米、下馬札を、埼玉県河野寿司の勝願い寺へ移築され、結城御殿と呼ばれた。 移築された御殿は114畳敷の大宝城金の間、96条敷の小宝城銀の間に分けられ。大宝城は、将軍来訪の際に使用されたことから、おなりの間とも呼ばれた。また、金の間には、家康の像が、銀の間には、黒本村と呼ばれる、秀康の念次物が置かれていた。さらに、有機城下の家言寺にあった金も移築された。 元六十三年、水野家宗家筋の水野勝長が、のとより一万八千国で封じられ、以後明治維新まで、水野市十代がこの地を治めた。元六十六年には、有機城の再興が許され、築城が開始された。母親戦争の際には、砂漠派が城を占拠したため、新政府軍の攻撃を受け、城の建物は、多くが消失した。北に、 田川が流れ、東に、深田が入り込む、大地北東端にしめじする。西及び南には、田川の旧稼道等を利用した堀が設けられ、大地との間を遮断している。上域内部は、北東端の未条、未条西側の西立、未条の南の中条、中立のさらに南の東間の大きく四つの車に区分され、それぞれの角間に深い堀が設けられている。 堀の作りは全体的に直線的で単調であるが、中城の周りの空堀には、俺が見られる。現在上域は公園及び宅地として開発されており、移行の保存状態は必ずしも良くない。各角間に設けられた堀も多くが失われたが、実朝祭から南及び中城南西部に空堀が残る。また、中条の東から西立の西及び 東館の南から東にかけて、それぞれ水彫りの跡が残る。ありがとうございます。